7月も終盤ということでですね、もう8月に入ると8月のイベント、広田住宅センターの50周年記念のイベントです。はい、こちらの入場無料で、高崎祭りの開催期間中にちょうど通りが歩行者天国になって車の出入りができなくなるんですけど、駐車場にリングを作って、こちらの広田住宅センターさんの隣の駐車場で試合をやります。こちらの方は対戦カード等もすでに発表しておりますので、よろしくお願いします。8月24日土曜日です。12時から17時の間で3試合やります。で、この8月24日夜には花火が上がるということで、結構大きい花火です。あまり3万発かな、3万発た、いや何万発ですよ。でもあ、そう、はい、そんなに盛大、ま、もう気合入ってるんで、気合入ってるんですね、はい、気合入ってるんで、はい、で8月24日試合やって、25日も祭りなんで、ちょっとチラシを、お、練り歩きますか、巻こうかなと。勝手に巻いていいのかどうか、ちょっと警察に問い合わせから。あ、問い合わせね。あ、偉いさん問い合わせるんだ。警察に聞いて、うちわも作ってるんで、うちわもこう配布しようかなと思ってまして。マジで、はい、お祭り期間中に、開催期間中に。で、何を巻くかというと、この群馬の9月22日、こっちが最新ですね。9月22日、G メッセである群馬プロレスの、宣伝チラシとうちわを配布。25日はもう選手いないんで、自分とキャットと、残っていればレランパゴと嵐くん、あ、そうですね、4人で祭りで、うん、ライブ配信とかできたりですね。あ、ライブ配信もできます ね、 ね、はい、そのキットを、ね、広田住宅センターさん、はい、ちょっと戻りますけど、8月24日のこの大会、入場無料の大会でYouTube のライブ配信をやろうと思ってます、このシステムで。高崎にも第50回、そうですね、50周年らしいです。50周年というか50回ですね、はい、で、ここの会社も50周年、はい、大花火大会というのがございますので、はい、ぜひ、お泊まりで高崎観光、うん、群馬観光をしに来ていただけたらなと思います。はい、はい、目指せ群馬県の観光大使。はい、そうですね。この日は3試合やります。もう無料です。ただ、ちょっと現場を見てきたんですけど、やや窮屈かなっていう感じはします。人多いですよ。でリングもですね、3面横が席がないんで、前面の側だけ人が見れる感じになってますね。もし遠方からおいでの方は、お早めに会場へ来ていただければと思います。多分後ろの方だと見れないかもしれないですね、人が多かったら。はい、この日は特に、まあ、花火大、ね、花火があるんで、うん、その8月24日25日にこういうのチラシを配布したり、うちわを配布したりですね、あと広田住宅センターさん50周年記念ということで、こちらの方の宣伝のお手伝い、選手たちと一緒にやろうかなと思ってます。次の12月のスケジュールも出てますんで、こちらの方は X とか Facebook と Instagram、ホームページ、こちらの方でちょっと確認してください。こちらの方も12月15日のミーサと埼玉県の方は入場無料になってます。ただこれ一般の方がですね、今のところ入場していただくようにしてないので、それをどうするかというので今ちょっと協議をしてます。招待券をどういうふうにお渡ししていくかというところですね、はい、ちょっと今検討中です。12月の試合なん で12日は久々の都内、数年ぶりの都内興行、高島平というところでやります。多分どこかダブルヘッダーになってると思いますね。我々は後半土曜日の夜の分になってますので、翌日日曜日は休みなんで、できたら土曜日、高島平来てください。で12月15、12月28の両大会はですね、こちらのある程度選手顔出てますけど、あと数選手、お声掛けしてますので、まだまだ選手が増えますので、はい、ご期待ください。
こちらのチラシを置いていただける方、ポスターですね。群馬近郊で。群馬近郊のお店とか、はい、あの大阪にとか、あの沖縄とか九州にね、九州とか北海道に貼られてもあれなので、群馬に限る、はい、群馬県、まあ埼玉もありかな、埼玉、はい、限る、うん、お店とか近場で、はい、お知り合いのお店で貼っていただけるところへご連絡ください。こちらの方は DM でも何でも大丈夫です。メッセンジャーでも何でもいいんで、はい、こちらになってます。あ、これあとチャンゴ選手と道頓堀プロレスのハルト君が追加参戦決まりましたんで、これプラスお二人、総勢20名を超える大きな大会にどんどん増えてくなりました。増えててる、はい、9月22日 G メッセ、はい、いつものところですね。ぜひチケットは絶賛発売です。